近代日本史でどうしても外せない事件がある。一番はぶっちぎりで太平洋戦争。神武天皇以来、これ以上の事件は日本史には存在しないだろう。では、二番目となるとこれは様々な意見が出てくると思う。私が思うに、日露戦争を挙げる人が結構多いのではないだろうか。日本を近代国家に押し上げたのは明治維新のおかげだが、その最終的な成果が日露戦争の勝利だったからだ。だが、考えても見てほしい。よくもまあ、あのロシアと戦おうと思ったものだ。辺境の島国があのロシア帝国に立ち向かうなど無謀も無謀。後付けなら何とでも言えるが、まず当時の常識から考えて、勝てるわけない。実際極めて厳しい戦いだった。この日露戦争に負けたら北海道はロシアの領土になっていたかもしれない。北海道の人たちはロシア語を喋っていたかもしれないのだ。それどころが徴兵されて、今頃ウクライナの戦場でアメリカから支給された FGM-148 ジャベリンの恐怖に怯えていたかもしれない。そもそも日本など少し前まではちょんまげ言っているような蛮族の国家だ。日本が近代国家になったのはいつのことか？明治維新だろ？そう答える方が多いのではないのでしょうか？しかし、経済的な意味で言えば金本位制を導入した1897年のことだ。金本位制という制度は自国の持っている金で自国の貨幣を保証したものだ。なぜ日本が金本位制を導入できたかというと日清戦争で日本が勝利して下関条約で賠償金2億テールを踏んだくったから。その時の金でやっとこさ金本位制を確立することができた。日露戦争の開戦が1905年。たったの8年。10年もないんだぜ。金本位制を導入してからたったの8年でロシア帝国と戦わなければならないのだ。会社で8年も経てば十分経験積んでるだろとおっしゃるかもしれないが国家は巨大なので会社の成長と比較してはならない。幕末にプチャーチンがやってきて、日露は新条約を締結した。この時のプチャーチンの態度はとても紳士的だったという。日清戦争に勝ったものの、せっかく手に入れた両党半島を新国に返還させられてしまう。そして、それをそのままロシアに沈着、居座られてしまうのだ。大国心に勝ったにもかかわらず、まだ日本は国家としては二流だった。日露戦争近くの頃、ロシアの GDP は日本の3倍だ。まともに戦ったら勝ち目はない。だったらロシアと仲良くした方がいい。その筆頭が伊藤博文だった。伊藤が唱えたのは満漢交換論だ。満州でのロシア帝国の権利を認める代わりに、朝鮮半島での日本の権利を認めてもらおうと考えていた。井上馨や松方正義がこの意見を支持した。伊藤博文は、単身ロシアに赴いた。しかし、交渉は失敗に終わった。というか、相手にされなかった。なぜなら日本なんぞ島国の小国。ロシア帝国が妥協する理由などどこにもないのだ。それにしてもなぜ日本とロシアの関係が悪化したのか？シベリア鉄道だ。鉄道が敷かれてロシア帝国における東方の重要性が段違いに増したからだ。シベリア鉄道はニコライ2世の父アレクサンドル3世の頃からの国家の命運をかけた一大プロジェクトだった。この鉄道のおかげでシベリアの農作物をヨーロッパへと輸出することができるようになった。このおかげでシベリアの農業は大いに発展した。それまでシベリアは政治犯を送り込むだけの住んでいるだけで死にそうなほどのど田舎でしかなかった。そんなど田舎に接している日本は政治的にさほど重要ではなかった。だが、シベリア鉄道によって状況は大きく変わった。東方に進出してきた日本はロシアにとっては潜在的な敵対国となってしまったのだ。さて、このお話の主人公である高橋コレキヨだが、ちょっとこういう人物は今後日本には現れないのではなかろうか。何しろ国会で米茶と称して土瓶で堂々と酒を飲んでいるのだから。今やったら確実に炎上する。政治生命が危ぶまれるくらいの事件になる。ところが政治記者も野党も全然咎めなかったという。昔はまだ今よりもずっと大らかな時代だったんだぜ。1854年9月19日、コレキヨは幕府御用絵師の河村宗右衛門と金の子として生まれた。金というのは河村家の次女だった。それを正味義衛門が手をつけてしまったんだ。コレキヨは生後間もなく仙台藩の足軽高橋悟氏の養子になる。その後、コレキヨはヘボン塾で学ぶことになる。ヘボンは医者だが、は英語臨終生という日本初の英語で書かれた日本語辞典を編纂した人物でもある。そしてヘボン式ローマ字を導入した人物でもある。明治初期はヘボンのような優秀な親と外国人がたくさんいた。そしてコレキヨは海外留学をすることになる。だが、
仙台藩の御用商人に騙されて年季奉公の奴隷として売られてしまったのだ。奴隷同然に一年半こき使われていた後、ようやくサンフランシスコで地遇を得た森有則に勧められて文部省に入省。歴史、特に幕末に詳しい人はご存知かもしれないが森有則は薩摩藩士だ。どうして仙台藩ではないのか？なぜ？というのも、仙台藩は一回りも二回りも考え方が遅れた藩だった。留学して外国に学んだ奴などとんでもない、と捕まえようとしていたんだ。それを行き場のなくなった古歴を見かねて森有礼が助けてくれたという顛末なのだ。そしてそのまま改正高校に通ったものの、英語ができる？だったらお前は教える側だろ？というわけでそのまま教員になってしまったのだ。さらには改正の初代校長にまでなっている。これは改正中学校高等学校のホームページにも記載されている。さらに特許局の初代局長に就任し、日本の特許制度を整えた。古歴代は官僚として目覚ましい活躍ぶりを発揮した。にもかかわらず、古歴代は官僚を辞めてしまったのだ。ペルーで銀行事業を行うためだ。政財界の要職にある20名ほどが株主となり設立された日機工業会社によるペルー銀山投資。高橋古歴代は出資者及び代表となり、農商務省特許局を退職までした。ペルーまでは船を乗り継ぎ2ヶ月近くかかった。目的のカラワクラ銀山は標高5500ムチ近くのアンデス山中。寒さと高山病が古歴代たちを苦しめた。アンデスの尾根道を馬で進んだ際には谷底に転落して九死に一生を得た。古歴代たちはやっとの思いでカラワクラ銀山へと到着した。しかし、詐欺だった。古歴代たちがやってきた鉱山はすでに掘り尽くされた廃鉱だったのだ。ペルー側に騙されてしまったわけだ。さて、どうするか。廃鉱と分かったからには日本の損害を最小限にしなければならない。当銀山の鉱石が低品位である以上、設備投資を増額して大規模にすれば事業の可能性あり、一時日本へ資金集めに帰国すると告げ、今までの投資分を放棄して損切りすると決断した。そして帰国したものの日機工業会社はすでに解散していた。会社は高夫たちへ賃金も払わず、高橋古歴代らに全てを押し付けた。古歴代たち自分の金を高夫たちに配って泣く泣く我慢の解散をした。このペルー銀山開発事業の失敗は大きなバッシングを受けた。破産同然の身の古歴代を助けてくれたのが井上薫だった。財務畑の井上薫のおかげで日銀に入ることができた古歴代はそのまま日銀の副総裁にまで出世した。圧倒的な行動力と英語力のおかげだった。古歴代は貴重なグローバルな人材だったんだぜ。今回のお話では国債が重要な意味を持つことになる。ところで戦争というのは人類が引き起こす最悪の災害の一つだろう。戦争が悲惨なのは誰もがわかっている。でも、引き起こす。戦争の勝利で得られるものがあまりにも莫大だからだ。そうでなかったら誰が好き好んで集団の殺し合いなどするものか。戦争をするにはたくさんの兵士が必要だ。そして必要なのは兵士だけではない。お金も必要になってくるわけだ。戦争は素手では行わない。武器を持って戦う。剣が必要。槍が必要。弓が必要。弓を使うには弓矢がなければダメだ。これらの武器はみんな天から降ってくるわけじゃない。王様が呪文を唱えて飛び出てくるわけでもない。職人が武器を作るのだ。そして古代の戦場ではエリートの兵士は馬に乗って戦う。馬には海馬を与えなければいけない。もちろん兵士だって食料が必要になる。これらは全て本来はお金が必要になる。これが日露戦争の頃になると鉄砲、鉄砲の弾、大砲、そして戦艦。かかる戦費はまさに莫大なものとなる。王様だろうが皇帝だろうが、簡単に払えないほどの莫大なお金がかかるのだ。じゃあ、どうしたか？借金。借金でもしなければ戦費を調達できないほど戦争はお金がかかるのだ。昔の王様たちは他国の領土欲しさに侵略戦争をした。もちろん国民に重税をかけただけでは足りないので金持ちの商人たちから借金した。そして踏み倒した。王様というのは絶対的に偉いので、借金を取り返すことができなかった。というか、そもそも王室と国家の在庫がまだ分離するような時代ではなかったのだ。君主が勝手に借金できなくなるようになったのはイギリスでは名誉革命と権利昇天以降のことだ。国王が借金するには議会の承認が必要になったんだ。これによって君主は勝手に借金して戦争を起こすことができなくなった。さて、日露戦争の前にもう一つ話しておきたいことがある。それは1902年に締結された日英同盟のことである。しかし、考えてもみてほしい。
よくもまあ当時世界最強のイギリスが辺境の島国なんかと同盟したものだ。日本がいや、黄色人種が白人国家と真正面から戦って勝ったことがただの一度もないのに、だ。戦力にならなければ同盟する意味などないのだ。実はイギリスに同盟を考えさせるきっかけとなる事件があった。義和団事件。華北を中心として起こった民衆蜂起。簡単に言ってしまえば外国人出て行けということだ。が、調べてみると色々とややこしい事情がある。まずただの反乱ではなく、民間信仰が絡んでくる。村の外から招いた老子とかが壇を立てて、10代の子供や女性に至るまで武術の鍛錬に明け暮れるわけだ。神の力が体に宿って、剣や槍も通さない層を教え込まれるわけだ。当たり前のことことだが、いくら本人がそう信じ込んだところで実際に刺されたら怪我します。しかし、当時の中国人特に田舎の人たちは義務教育など受けていないからそういったうさんくさい話も容易に信じた。そういった話を容易に信じた背景には外国人宣教師たちの強引な布教のせいもある。ちなみに宣教師も千差万別、植民地下の思想洗脳のために送られたような面々だが本当に困った人たちを救おうという宣教師もいるので話がさらにややこしくなる。そしてこの義和団事件、純粋な民衆による抵抗活動ではない。黒幕として西太后がいたと言われている。この西太后、日本人が思っているよりも中国での評判が悪い。早急のスバルというドラマで中国人が誰も西太后を演じたがらなかったので日本人の田中優子が演じることになったという経緯があるほどだ。最近、実は西太后はいい人だったとかいう説があるそうだが、少なくとも義和団の乱の経緯を見た限りではとても西太后がいい人だったなどとは信じられない。話を元に戻そう。義和団の乱を鎮圧するために列強は8カ国で連合軍を結成して対抗した。この時、特に活躍したのが日本軍だ。その勇猛果敢な戦いぶりを見て、これは戦えるかもしれない。日本との同盟を決意したわけだ。さて、いよいよ事態はロシアとの衝突が避けられなくなってきた。七博士意見書なんてものが政府に提出される。日露開戦を訴える憲白書を東大の先生たち7人が提出したのだ。言うのは自由だ。しかし、戦争をしろというのと実際にするのは大違いだ。だったらお前らがまず最前線で戦えくらいのことは口にせずとも思った政治家はいたかもしれない。事実、伊藤博文は、我々は諸先生の達見ではなく、大砲の数と相談しているのだ。と言い放っている。1904年、日露が開戦するのではという噂が立つと日本の株は一気に暴落した。石ベルツは日本の株は日本鉄道株のような硬い株で1分から8分、大半の株は2割から2割5分ほども下落したと書き残している。農商務大臣清浦敬吾は株式取引所の中野武志英理事長を呼び寄せると、東株取引所の責任者として、あなたは当然前後処置を講じなきゃならぬ。もしこのまま墜落を続けるようなら政府は職権を持って市場を閉鎖しなければならない。散々絞られた中野はすぐさま人力車を走らせる。向かった先は東京随一の大地主で日本橋切手の大金持ち、渡辺治右衛門の邸宅だった。頼むから株を買っていただきたい。たった一人で株を買い支えてくれと頼んだのだ。もちろん渡辺は断った。だが、いざとなったら取引所の帳簿を改ざんして追加の徴収金を取らないからとまで中野は言った。これは今の感覚で言ったらいや、当時の感覚でもとんでもない話である。自身の首までかけた中野の決意に押されて、渡辺は会出動を決意した。相場の名人の根塚一郎という人物がいた。相場などソロ番づくでするものだが、この日露戦争の時ばかりはソロ番抜きで投資したという。戦争で負ければ財産も何もあったものじゃない。国家としても国民としても一切合財がゼロになる。いやでもここは勝つ。そう信じてかけるより他に仕方がなかった。そこまで腹をくくらなければならないほど当時の日本は追い詰められていた。話を高橋惟清に戻す。日露戦争開戦直後、高橋惟清は築地の料亭に呼ばれた。惟清を待っていたのは、元老の井上馨、首相の桂太郎、日銀総裁松尾巨善、曽根荒介財務大臣。そうそうたる顔ぶれである。彼らは料理に手をつけず、ちびりちびりと酒を飲みながら惟清が来るのを待っていた。重い空気がその場を支配していた。それもそのはず、新聞は連日ロンドン市場における日本公債の暴落を伝えている。海外の投資家たちは誰も日本が勝つなどと思っていなかった。日本のお偉方もここまで期待されていないとは思っていなかったのだ。金もないままに戦争を始めてしまった。このままでは戦費が尽きてしまう。どうしても戦費をかき集めなければならない。
そのためには日銀副総裁の高橋惟清の力が必要だった。やがて、高橋惟清が到着した。おお、高橋くん。よく来た。君はこっちだ。井上が隣の席を進めたが、そこは上座だった。私ごときが俺キレキを前にこのような席に座るわけには参りません。普段、お愛想が得意で調子のいい惟清も、この夜ばかりは表情が引き締まっていた。今晩ばかりは君に上座に座ってもらわなければならぬ。一同、惟清を鋭い眼差しで睨んでいた。遅刻を起こっているわけではなかった。すでに戦争は始まり陸軍も海軍も行動を起こしている。だが、戦費がない。このままだと金本位制が維持できない。海外から物資を輸入できなくなる。惟清が一番の適任なのは惟清自身もわかっていた。しかし、責任が重すぎる。失敗したら国家の財政が破綻する。日本そのものが終わってしまうかもしれない。居並ぶ重臣たちの懇願に断り続ける術などない。惟清は場の重苦しい雰囲気と責任の果てしない重さに耐えきれずとうとう泣き出してしまった。見かねて立ち上がった慶が背中を押すと、惟清はいよいよ観念したか、上座の座布団を押しいただいたのである。ああ、よかった。引き受けてくれるか。重臣たちは膳をずらし、惟清の席ににじり寄ると皆で抱き合って泣き出した。まだ15、6歳の女中が座敷の障子を半分開くと、重臣たちが抱き合って泣いている光景が目に入った。後にお上になるその少女はしばらく立ちすくみ、しばらくは座敷に入れなかったそうである。高橋惟清は秘書役の深い英語を伴ってニューヨークへとやってきた。惟清はホテルで一本の電報を受け取った。横浜証券銀行ロンドン支店長の山川雄牧からだった。ロンドンでの外債募集は見込みなし。目下、証券銀行に微対一文の信用なし。証券銀行に信用がない、という意味ではない。日本政府の返済能力に微対一文の信用がないという意味だった。こんな電報を送ってきた理由はロンドンではもう無理だからニューヨークで資金調達をやってみては、との進言だった。しかし、これも考えてみればひどい話で当時の金融の中心地のロンドンでも無理なものがまだ外国交際に不慣れなニューヨークでできるわけがない。負けると分かっている国に金を貸す投資家などどこにもいないのだ。しかし、二つの事件をきっかけに状況は一変する。ロシアの名将マカロフの戦死と王玉港の戦いでの勝利である。特に王玉港の戦いでロシア軍に勝ったのは全世界に衝撃を与えた。満州軍の総司令官クロパトキンは日本軍が手強いことを事前に知っていた。両党にまで撤退した後に兵力を集中させて日本軍と決戦するつもりだったのだ。ロシア側としては戦術的撤退したつもりだった。それが欧米のメディアによって圧倒的な勝利として報道されたのだ。日本が勝つかもしれない。この頃、日露戦争の勝敗に大きな影響を与える一人の投資家が登場する。クーンローブ商会を率いるジェイコブ・シフだ。このシフが交際を引き受けてくれたおかげで惟清は戦費の1000万ポンドを借りることができた。だが、まだまだ戦費は1000万ポンドでは全然足りなかったのだ。そんな中、とんでもない事件が起きる。春事件だ。ロシア帝国のバルチック艦隊が日露戦争に際して極東へ向かう途中、誤ってイギリスの漁船に砲撃、漁民に死傷者を出してしまったのだ。さらにまずいことに、バルチック艦隊は犠牲者を救助しようともせず立ち去ってしまった。これにイギリス国民は怒り狂った。国王エドワード7世までもが激怒した。それまで日露戦争はイギリス国民にとって対岸の火事に過ぎなかった。自国民が殺されたことでイギリスは本気になった。イギリスはスペイン政府に石炭どころか水さえ補給をせぬよう通達したり、積極的に戦争に介入するようになった。高橋惟清はというと、二度の交際発行の後やっと帰国許可が出たので日本に戻った。しかし、惟清を待っていたのは厳しいマスコミのバッシングであった。軍部が連戦連勝を続けているというのに、募集に手間取りすぎ、発行価格が低すぎ、同じ業者ばかり使いすぎ。しかし、元老たちはさすがに惟清の苦労を分かっていた。貴族院議員に直選されて、14位に除せられている。だが、まだ金が足りない。2億ないし2億5000万円、戦争継続に必要だった。高橋惟清は再び借金を頼まなければならなかった。送別会の際、松方正義は密かに惟清にこんなことを告げている。戦争が長引くならば、第三次の募集を終えるとともに国内の打艦を中止せねばならぬ。これはさすがに聞き捨てならないセリフだった。募集した直後に金本位制を放棄するなど投資家を騙す行為に他ならなかったからだ。一方、ロシアでとんでもない事件が起きる。血の日曜日事件だ。皇帝ニコライ2世が民衆のデモ隊を虐殺したのだ。
揉み合った挙句に死者が出たなどという生優しいものではない。発砲して、騎兵のサーベルで切り刻んだのだ。皇帝による民衆の虐殺は世界中に報道された。これを機に、一気にロシアの国債が売られるようになった。投資家たちがロシアの継戦能力を疑うようになったのだ。そもそも、戦争の財政で苦しんでいるのは日本だけでなくロシアも同じだった。ロシアは開戦前からすでに借金大国。シベリア鉄道を敷設するのにフランスから莫大な借金をしていたのだ。公債の利子の支払いだけで年間1億8000万リーブルの支払いが必要。そのうちの4分の3はフランスからの借金だった。ロシアの財政はフランスの証券取引所で命運が決まると言っても過言ではなかった。そもそも日露戦争の開戦に反対している人物もいた。ロシア随一の辣腕政治家ビッテなどがそうだ。しかし、ニコライ2世は日本などと妥協する気は全くなかったので戦争になってしまった。ニコライ2世のご意志とは裏腹に、旅順要塞は攻略されて、太平洋艦隊は壊滅。戦況はきっとも芳しくない。さらに奉天の海戦でロシア軍は敗北して撤退する。フランスの銀行団は公債の借款の調印式に顔を出さず、調印どころか挨拶さえせずに取りに帰ってしまったのだ。ロシアは公債での資金調達は困難になってしまった。増商のココツェフは今後の財政の継続は財政的に困難であると報告した。ところがニコライ2世に絶対に無理かと問われると絶対ではないと答えてしまう。先制君主制というのはそういうものらしい。日本が国力で圧倒しているロシア軍に勝つことができたのはロシア帝国、ロマノフ朝が腐敗していたからであった。それにしても日本軍はロシア相手によく戦えた。旅順攻略での悲惨な惨劇もある。それにしても世界の大国ロシア相手にここまで戦えるのはすごいとしか言いようがない。ヤマト魂などでどうにかなるものではない。この時代の戦争は完全に物量による総力戦なのだ。当時の日本軍は機動力をとても重視していた。そのために部隊同士の連携、部隊間の情報コミュニケーションが重要になる。日本軍は部隊が進んでいくのと同じスピードで電柱を立て、電信線を敷く。移動する部隊同士を横に置くのは難しいので司令部と各部隊の間に電信線を敷き、相互の連携を図っていく。この連携の巧みさが日本陸軍の成功の最大の要因でもあった。とはいえ、日本軍の軍需効用力は大変低かった。銃弾、砲弾を極力節約しながら戦わなければならなかった。そのため、ロシア軍を追撃しようにも弾薬がないため敵に徹底的な打撃を与えることができなかった。ところでコレキヨダが、3回目の記載にあたってこれまでとはやり方を改めることにした。発注者、顧客はこっちだという対応を改めて、投資家、特に有力金融人の懐に飛び込んでいった。例えば500万ポンドの交際を主婦が引き受けると言った時に、会いたければ会いたい方が来ればよい、と言い放って、主婦を自らの泊まっていた安ホテルまで足を運ばせていた。こうして満足のいく記載を成し遂げたし、5月末には日本海海戦での大勝の知らせも届いた。コレキヨはやっと勤めを終えて休むことができると安堵した。ところが、日本国債の価格は再び下落に転じた。日本海海戦で日本軍が奇跡的な圧勝をしたにもかかわらず、である。ロシア陸軍の主力はまだまだ健在だったし、何よりニコライ2世はまだまだ戦争を続行するつもりだった。そもそもニコライ2世はバルチック艦隊が壊滅したにもかかわらずロシアが負けたとは微塵も考えていなかった。確かにニコライ2世の言い分にも一理あった。シベリアまで軍を撤退させて持久戦に持ち込めば日本は窮地に陥る。まさかシベリアを越えて首都サンクトペテルブルクまで攻め込むわけにはいくまい。そんなこと絶対に不可能である。じゃあ、撤退すればいいかというと話はそんなに簡単ではない。ロシアの財政も限界に来ていた。外貨の調達はほとんど不可能な段階にまで到達していた。コレキヨはさらに3億円の借金を命じられたが主婦の助力もあってどうにか発行することができた。高橋コレキヨ自伝だと主婦はすぐに了承してくれたが同行していた深い英語の話によると話はそう簡単ではなかったようである。いずれにしろ主婦がここまで協力的だったのには深いわけがある。もちろん主婦は商人なので金銭的なメリットがなければ協力などしない。しかし、それだけではない深いわけがある。主婦は、ユダヤ人なのだ。当時のロシア、ロマノフ王朝ではポグロムユダヤ人虐殺が行われていた。ユダヤ人である主婦にとっては許しがたい行為だった。もちろん、主婦は投資家なので儲けにならなければ日本に融資するはずがない。しかし、日本がユダヤ人を虐殺するような国家だとしたら主婦は日本を助けなかっただろう。ロシアでは各地でストライキが勃発していた。鉄道員までストライキを起こしていた。東方の戦線に兵士を輸送するのにも支障をきたす。さらに日本の公債をドイツまで買うありさま。ドイツのビルヘルム2世は東方からキリスト教社会を守るよう焚きつけた張本人なのだ。国際社会とは格も熾烈で残酷なものなのである。
とうとうニコライ2世も根負けして、日本と講和を結ぶことを決意した。今回の話の本編はここまでです。ポーツマス条約ではロシアの代表ビッテの老獪な手腕に翻弄されることになるのですが、さらに鉄道大張り漫画満州鉄道に参入しようとしたり、問題は山ほど残っている。日比谷事件も起こるし、重税で国民の生活は大変だ。しかし、明治維新以来最大の国難である日露戦争をどうにか乗り切ることができたわけだ。高橋惟喜はこの戦いで戦費の半分をかき集めたと言われている。今回、動画を作成するにあたって最も参考になったのが板谷俊彦氏の日露戦争、資金調達の戦いです。とにかく戦争は膨大なまでに金を食らう。戦争と関わるのはゆっくり解説の世界だけにしたいものですわ。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またね。